週間のお天気をお伝えします。沖縄は梅雨入りとなり、1週間を通して雨の降りやすい空模様が続きます。その他のエリアは前線が南下する傾向となりまして、日差しが届くところが多くなります。ただ16日月曜日、東京や大阪など曇りや雨アイコンがついています。少しですね、すっきりしない空模様となりそうです。最新の情報をご確認ください。また北海道は天気周期的に変化します。そして明日から月曜日、週明け月曜日にかけては気温が下がるところが多くなります。その後は過ごしやすい体感が続きそうですが、日ごとの気温変化が大きくなるので服装選びにご注意ください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。ぜひご活用ください。